こんにちは。パーソナルトレーナー、ピラティスインストラクターの中村愛です。今回はオフィスで簡単にできるふくらはぎのメニューを紹介します。定期的にふくらはぎを動かすことで血流の循環が良くなり、むくみ解消につながります。では始めましょう。椅子に浅めに座り、足裏が全体床の上につくようにします。膝の上に重さのあるものを乗せます。そこからしっかりかかとをアップしていきます。下ろしてアップします。ポイントは膝が開いたりかかとが開いたりしないように、しっかりと両足つけたままかかとをアップしていきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、以上になります。10回を1セットとし、1日4セットを目安に行っていきましょう。参考になった方はぜひチャンネル登録お願いします。